여러분안녕하세요새해복많이받으세요한국文化院세종학당料理講師の박현자です2月12日が韓国の旧正月설날ですね今日は설날食べる떡を作りたいと思いますの中で初の食事だから白い餅を長いサイズでしてそして1年を健康を願いそしてお金もいっぱい入りますようにいいことがいっぱい入りますように作って食べたものが特です最近はすごく便利な時代じゃないでしょうかスーパーでもそして新販売でもいろいろブランドがいっぱいあるんですが昔は各家庭で10キロ以上の餅を洗って一晩寝かして、これを次の日にお母さんがこれを餅の専門店に行ってこれを長くしてそれを持っててまだ固くなったら夜遅い時間まで切って作ったものです味は地域によって少しずつ違いますソウルの近所경기도のところは特に餃子を作って一緒に入れるものがすごく有名ですね私のふるさとの南のところは海鮮ものの生牡蠣を入れて食べるものがすごく有名ですね今日は超簡単でシンプルなレシピで作りたいと思いますので皆さんの家でも作ってみてください今日の材料ですまから作ってみましょう떡は水に20分ぐらいに浸してください肉は家にある柔らかいものを使っても大丈夫ですヒレ肉もいいし불고기用の肉も入れてもいいです私は白帯があるもも肉が大好きだから今日はもも肉で作りたいと思いますこれ肉はできればちっちゃく一口サイズでちっちゃく切りましょう お肉の味付けです塩を 3g 入れますニンニクは小さじ1です韓国の食べ物はニンニクを必ず入れた方が美味しいですねこれ肉も柔らかになりますそして、胡椒を少し入れます、はい、これよく混ぜてくださいよく混ぜますはい、次はネギを切れます必ず白色と青色と一緒に使ってください、はいこれは輪切りで切ります。はい、このぐらいだったら大丈夫です。はい、次は卵の地団を作りたいと思います。韓国では、飾りに上に食べ物の上に乗せるのものをコミョンと言われるんですけれども、ちょっと黄身と白身を別々作りたいと思います。はい、よく混ぜてください。はい、フライパンに油を入れて焼きます。これ地団にあるときは必ず油をしてキッチンペーパーで拭いてください。木の実から焼きます。これは
手でやった方が一番簡単で上手にできますのでやってみます。はい、はい、これは黄色いやつはできました。はい、次は白身を焼きます。はい、振り返ります。はい、黄色と白身ができました。これを丸々してて後で千切りで切ります。白身と黄色身がきれいにできました。次は肉を炒めます。ここはごま油を大さじ1を入れてください。これは強火ですぐ焼いてください。これを弱火でするとおいしい肉汁が全部出ちゃうんで強火で早く焼いてください。はい、この色になったら出来上がりですね。はい、火を止めます。沸騰しました。じゃあ今からおいしい豆腐を作りたいと思います。はい、わー、まず炒めした牛肉を入れます。これ肉はアクがいっぱい出ますので必ずアクを取ってください。はい、次は豆腐を入れます。肉と餅を入れて3分間煮込んでください。3分間沸騰しました。今から味を入れて美味しい豆腐を作ります。これスープ用の、醤油ですね。韓国のこれスープ用の韓国語ではグッカンジャンだけど日本でもスープ用薄いの醤油がありますので代わりにそれ入れても大丈夫です。塩を小さじ1入れてニンニクが小さじ1です。美味しい豆腐が出来上がりました。お皿に入れます。これをネギを先に入れてもいいし私は個人的にネギの匂いが大好きだから最後に入れる方もいるんでこれは自由にしてください。好みで胡椒は少し入れてください。はい、美味しい豆腐ができました。
いかがでしたか？皆様の家でもぜひ作って召し上がってください。감사합니다。